第35回ユーロビジョンソングコンテストは、1990年5月5日、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成した、クロアチア社会主義共和国の首都ザグレブのリシンスキー、コンサートホールで開催された。制作、JRT ユーゴスラビア放送協会。放送時間、2時間48分。本大会は、史上初の社会主義国での開催であった。 翌年にはソ連が崩壊し、東側諸国のミニシ化が加速したため、この大会が唯一の社会主義国での開催ともなった。ユーゴ自体も翌年から紛争により、構成国が相次いで離脱し、崩壊することになった。RTV ザグレブ放送は国の独立に先立ち、党大会の開催の1ヶ月後の6月に、HRT クロアチア国へ放送と解消し、 JRT から独立。民主化の旗頭になった。オープニングには、音楽の街ザグレブと題したネナド・ポホブスキ撮影のビデオで、フランス・バロックの作曲家シャルパンティエや、クロアチアの民族音楽から、現代のポップスまで幅広く紹介した。この大会では初めて、ユーロキャットと名付けられた公式マスコットが採用された。変動なし。22カ国。 マルタは15年ぶりに復帰を希望し、代表として、マリー・ローズ・マリアのアワー・アリトル・ワールド・オブ・イエスタで、を選出していたが、エブ・欧州放送連合が、最大枠を22と定めていたため却下された。以下参加国の出場回数を呼び、中継テレビ局一覧 BRT、ベルギー放送内数字は、参加回数前年11月に、ベルリンの壁が崩壊したことを受け、 東西冷戦を終結し、新しい統一ヨーロッパへの出発を祝福する楽曲が各国から出品される象徴的なイベントともなった。ノルウェーへのブランデンブルクモン、オーストリア、もう壁はなくなった。フィンランド、自由、ドイツ、自由に生きる、イタリア、1992年も一緒にがそれである。特に、1992年も一緒には、 東側諸国の EU 欧州連合加盟を歓喜させた曲と言われている。プレゼンターはヘルガ・ブラホビッチ、オリベル・ムラカル。リーサル中に現地マスコミが二人の年齢が高すぎると批判したため交番騒ぎに発展した。が、話し合いにより復帰することで事なきを得た。音響トラブルも発生した。トップバッタースペインのイントロが2分間出なかった。 客席も呆然とし、頭に来たアスカルモレーノが、舞台袖に引っ込んでしまう一幕があった。変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順に12、10,8から1点として採点。演目終了後、国際電話でつながれた各曲のスポークス漫画、出場順に、口頭で発表。プレゼンターが、副賞確認し、 スコアボードに加算された。言語帳イコールデンマーク語、ヒーイコールヘブライ語、アワーズイコールクロアチア語、コーリーイコールアイスランド語、ランイコールオランダ語、ウベイコールノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、エイイコール英語、イイコールイタリア語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、クイコールドイツ語、土イコールトルコ語、普通イコールフランス語、ホイコール ポルトガル語以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す各曲の歌詞については以下を参照のことでガルー、スラッシュ英語版フランス語版ありがとうございます。